皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、絶対に見逃せない豪華共演、ベルサイユのバラ50ということで、いやね、宝塚歌劇110周年の今年、宝塚での代表作ともいえますベルサイユのバラも記念すべきアニバーサリーイヤーとなります。初演からね50年が経ちますね。宝塚歌劇でも雪組でねペルゼン編が上演されますが、なんと王子公演としてもとっても素晴らしい公演が行われるということが発表されましたので、今回はそのベルサイユのバラ50の主な内容と主な出演者についてお話ししていきたいと思います。ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまずはこちら、開催概要についてですね。でまさにね、本当にベルバラといえば宝塚と言えるぐらいの代表作なんですけれども、初演から50年、宝塚歌劇の金字塔ベルサイユのバラが歴代のレジェンドと共に蘇るということで、もうね本当にメンバーが発表されて私もびっくりしましたし、こんなに豪華な皆さんが一堂に会するなんて見ないわけにはいかないって私もね思いました。そしてやっぱりね、長く長く宝塚歌劇を愛してくださっている宝塚ファンの皆様もやっぱりこのね出演者の皆さんを見て大興奮されていましたし、何としても見たい、もう全会場見たいっておっしゃっていました。 SNS でもね盛り上がっていましたこの公演なんですけれども、ベルサイユのバラのその懐かしい名場面とか、やっぱりベルバラといえばね楽曲も素晴らしいので、ベルバラの名曲、そして素晴らしいダンスシーンなどもねしっかりと再現していくようなあの舞台になっていて、2部構成の公演になるそうです。で気になる会場と日程なんですけれども、3会場でね、3都市で行われます。でまず1つ目が5月14日から19日まで梅田芸術劇場メインホール公演となります。そして5月26日から6月9日までが東京建物ブリリアホール公演、そして一番ねちょっと期間が短いんですけれども、6月14日から6月16日までが御園座での公演となっています。なので、まあね、皆さんお近くの都市はもちろんなんですけれども、出演されるねキャストの皆様のキャストスケジュールを見て、やっぱり遠征してでも見たいって思うようなレジェンドの皆さんが集いますので、これはねしっかりと公演スケジュールチェックしていただきたいと思います。はい。さあそして次がこちら、主な出演者の紹介ですね。で本当にね、そうそうたるベルバラにゆかりのあるスターさんたちが勢ぞろいされます。で、主な出演者として、お名前をね、ちょっとご紹介させていただくんですけれども、まずトップ経験者の皆さんですね。あとは、初風純さん、春名ゆりさん、大鳥蘭さん、アンナ純さん、浅見玲さん、で、日向薫さん、シオン優さん、アンジュミラさん、鈴風真代さん、一路真紀さん、浅地咲さん、ミノルコウさん、コウジュタツキさん、ワオヨウカさん、で、小月渡るさん、星名ゆりさん、で、あやきなおさん、浅見ひかるさん、水夏樹さん、で、白羽ゆりさん、で、大木かなめさん、竜まさきさん、浅香まなとさん、というね、もうびっくりするような、こんなメンバー出演しちゃうのって、私もね、びっくりして、絶対見たい、絶対見たい、絶対見たいって何回もね、口にしちゃったぐらいのメンバーですね。うん。で、トップ経験者でないスターさんたちももちろん出演されますので、小月斗真さんとか、あと、七海弘樹さん、綾柳翔さん、愛月光さんなども出演されます。で、今回現役生も3名、
ね、選果から特出されるんですけれども、その3名が名取麗さん、そして薙薇るうみさん、南舞人さんというね、メンバーになっています。でやっぱりね、ベルバラにゆかりのあるスターさんたちが勢ぞろいされるということなので、各ね、名場面も本当にどうなるのかが楽しみで楽しみで仕方ないなって私も思っています。で、気になるのがこちら、構成内容ですね。で、今ね、発表されているのが、キャストスケジュールとともに、ちょっとね、内容が発表されていたので、お伝えしますね。で、まず、トーク&ソングの場面ですね。で、そちらが、1974年から2014年までの、各時代の主要のね、そのお役の方々によるトーク、まあ、おしゃべりと、ソング、歌のご披露。ということで、ここはね、トップ経験者の方のみが出演されるようなコーナーとなっています。でやっぱり各時代ごとの方々がこう同じお役の方々とお話をされたりとかも多分あるようで、楽しいトークをお届けしますって書いてあるので、めちゃくちゃ楽しみです。これだって、なんか一例を挙げると、初風純さん、春名由里さん、大鳥蘭さん、浅見玲さん、日向香織さん、安寿美良さん、鈴風真世さん、一路真紀さんで、浅地咲さん、実光さん、浩司達樹さん、このメンバーが一堂に会されるってすごくないですか。でこの皆さんがね、素敵な歌を聴かせてくださって、懐かしのね、お話を聞かせてくださるっていうのはすごく嬉しいなって思うんですよね。これもう本当、各ね、日程がやっぱりあって、出演される方が本当に日にちによって違うので、皆さんキャストスケジュール、このキャストスケジュールを必ずチェックしてチケットね、取ってほしいなと思いますし、もうこんなキャストスケジュール見てたら全日程見たいに決まってるんですよ。本当にもうね、どの日もレジェンドだらけなので、どの組み合わせも見たいし、なんか毎日きっとね、いろんなお話をされると思うので、いやもう全日程全部行きたいなって思ってしまいます。うん。で、その次がダイジェストシーンっていうコーナーですかね。でここに関してはオスカル、アンドレ、フェルゼン、アントワネットの名シーンをダイジェストで再現していくようなコーナーになっているようです。でここの出演者が、8名かな7名かな書いてあって、オスカル、アンドレ、フェルゼン、マリアントワネット、アラン、ジェローデル、メルシー伯爵、7名ですね。7名ね、毎日登場されることが発表されています。でここはトップ経験者だけではなくって、その小月斗真さんだったりとかね、綾柳翔くんとか、相月ひかるさんとか、七海ひろきさんとか、そういうスターさんたちも出演されるような場面になっていて、自分にゆかりのあるお役で出演されることになっています。ねえ、もうこれ本当にね、どの日も見たいんですよ。結局ね、全日程見たい、本当に。でその時のやっぱりね、組み合わせと違うじゃないですか。だからこのベルサイユのバラ50だけの夢の共演、その私たちが妄想配役で思い描くような夢の共演がね、ここで繰り広げられるなんて、もう本当に絶対見たいんですよね。まあ、毎日見たいですよね、やっぱりこれに関してはね。いやーすごいな、このメンバーが本当にすごいなって思います。うん。で、フィナーレのコーナーがあって、ここに関しては、主なフィナーレシーンをバージョンを変えてお届けしますということで、また新たなショーもお送りしますって書いてあるので、これまたね、見どころなんじゃないかなと思います。でベルバラ本編ではなくって、やっぱり宝塚歌劇にはフィナーレというものがついていますので、そのフィナーレのね、ダイジェストというか、いろいろなシーンをバージョンを変えてお送りするということで、フィナーレ A、フィナーレ B で、小雨降る道、バラの単語で、ボレロで、オマージュの歌手、オマージュっていう風にね、発表されていて、やっぱりね、ファンの皆さん、バラタンとかね、見たいじゃないですか。小雨降る道とか、単語とかね、ボレロとか、ファンの皆さんが喜ぶようなきっと場面が繰り広げられるんじゃないかなって、思っています。で本当にキャストスケジュール見るだけでもワクワクしてしまうんですけれども、やっぱりね、私はファン時代本当にど真ん中、ベルバラど真ん中なんですよね。でベルバラを見て入りたいと思った生徒の一人でもありますし、私がファン時代
ぱり鈴風真世さんのトップお披露目公演のオスカル編を見て、もう劇場ですごいすごい感動したのも覚えていますし、あの日向香織さんのフェルゼン、マリモエルさんのマリアントワネットっていうあのゴージャスなベルバラに心を踊ったのも覚えていますし、あの本当にね、カリンチョさん、あの森木明さんのアンドレが大好きで感動したのも覚えていますし、いやもうなんかもう語り尽くせないんですよね、ベルバラについては。ベルバラっていう作品自体も大好きですし、宝塚のベルサイユのバラも大好きなので、ちょっとねこの公演は何としてでもチケットをゲットしてね見に行きたいなと思っていますので、ぜひ皆様このねベルサイユのバラ50キャストスケジュールとか概要欄にあの私貼っておきますので、ぜひチェックしていただいてチケット争奪戦一緒に頑張りましょう。はい、ということでね、今回は今年がベルバラ初演から50年ということで開催されますベルサイユのバラ50について皆様に詳しくお話ししてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたらグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Thank you.